はい、こんにちは、レトスノーノです。9月23日の3問に入る前に、本日は過去の合格者の体験談をお伝えいたします。これからの時間を大切にしましょう。できる限りの時間を卓球の勉強に注ぐようにすること。正直私は10月に入ってからの試験日2週間前からどれだけ本気で勉強できるかが勝負だと知っています。そしてこれからの勉強の仕方次第で合否が分かれることも知っています。なぜ試験2週間前に勉強を頑張れなかったのか、何年も試験を受けてきて分かっていることなのに、どうして2週間前の模擬試験では私より点数が低かった人、この人が合格していくのか、悔しくて自分が情けなくて不思議でもありました。合格者にどうして合格できたのか聞いてみると、その理由は簡単でした。試験までの2週間、必死で今回の模試でできなかった問題、過去問の弱点を見直し、宅建業法のできなかった問題を徹底的にやって、宅建業法で合格点の半分を取れるようにしたという人もいました。この合格点の半分ということなので、まあ35点が合格点だとしたら、まあ17点とか、まあそういったぐらいだと思います。で、模試の結果が悪くても、そこから諦めずに必死でひたすら勉強を続けた人、そういう方ほど合格していくのを私は見てきました。どれだけ試験日まで必死で勉強できるかが勝負の分かれ目です。まだ試験日まで2週間以上の時間はあります。諦めずに頑張っていきましょう。まあ、こういった体験談だったんですね。で、これ見て私ももうその通りだなって思いました。模試の点数悪いとやっぱり気持ちが落ち込んで、もうダメなんじゃないのかって言ってちょっと諦め気味になっちゃう人いるんですよね。まだ今からであればまだ残り1ヶ月弱あるわけですよね。その1ヶ月弱っていうのはもうほんと最後の最後なんですよ。宅建試験は年に1回しかないので、これ落ちてしまうと、もう来年また1年勉強しなければならないっていう状況になっちゃうんですよね。それだけは避けたいじゃないですか。そうすると、この残り1ヶ月っていうのは、これまで以上に勉強できるんですよね。もう今年で最後にしようっていうような気持ちになって、仕事をしている方でも1日3時間、4時間勉強する方って実際いるんですよ。そして最後の1ヶ月っていうのは、一番点数が上がりやすい時期でもあるんですね。まだ模試を始めた段階っていうのは、整理がされていない方非常に多いんで、点数に現れてくるっていうことがあまりないんですよ。ただ、模試を重ねることによって、どんどん整理されてきますよね、頭が。そうすると、一気に点数がある時上がるんですよ。これが試験1ヶ月前の時期なんですね。なんで、この時期っていうものを諦めずに頑張っていけば、合格につながる可能性が非常に高いので、諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。土地の所有者は林地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。これ昨日を解説した内容ともう同じです。昨日は枝に関する問題だったんですね。で、今日は根に関する問題です。隣の土地の木の根っこが自分自身の土地の方に伸びてきたと。そういった場合、自分自身の土地に伸びてきた部分っていうのは勝手に切ることができるんですね。一方で枝っていうのは自分のところに伸びてきたとしても勝手に切ることできないんですよ。枝の所有者、つまり林地所有者に切ってくださいっていうふうに請求することはできると。この違い、対して頭に入れておきましょう。で、問2ですね。取引証の交付を受けようとする者、括弧取引資格試験合格の日から1年以内の者、または登録の移転に伴う者を除くは、都道府県知事が指定した講習を交付申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。90日前から30日前まで、ここが誤りです。宅建証の交付を受けようとする者、取引証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習、これ法定講習って言うんですけども、法定講習で、交付申請前の6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、交付申請する6ヶ月以内の間に、この法定講習を受けてくださいねって話です。つまり、今回の問題は90日前から30日前となっているから誤りなんですね。で、ちなみに、宅建試験に合格した日から1年以内に、宅建証の交付を受けようとするものは、この
講習、法定講習を受講する必要はありません。またここにも書いてある通り、登録の認定に伴うもの、このものも法定講習を受講する必要はありません。で、この本文のように何々は除くっていう言葉が入ってくると問題文がわからなくなってしまう方意外と多いんですね。あなたもそうじゃありませんでしょうか。まあ、なんとなく問題文のこの90日前から30日前までがこれ違うから誤りと答えているようでは、まあ、本試験で失敗しちゃうんですね。しっかりこれ理解しないといけないんですよ、この問題文を。実はその理解学習を実践できれば、この除くっていう問題が出ても簡単に理解できるんですね。個別指導ではこのように問題文の理解の仕方、ここもお伝えしてます。理解学習ができれば宅建試験は実は簡単なんですね。なんでぜひマスターしてください。一番最初にお伝えした通り、その理解学習に変えていく、丸暗記学習はやめて理解しろ、これっていうのはこういった問題文の理解も含むんですね。解説の理解だけじゃないんですよ。こういった問題文っていうものをどうやって理解するかっていうところまで自分自身で勉強しないと一向に点数が上がってきませんので、もし理解学習を実践したいというのであれば、今であれば予想模試がありますので、ぜひ予想模試で理解学習を実践していただければと思います。まだ残り1ヶ月ありますので、この1ヶ月で十分実力を上げていただくこと可能です。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。で、問3ですね。都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には都市計画に地区計画を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域ですね。1つ目が用途地域内、もう1つが用途地域外であったとしても一定要件を満たす区域。したがって用途地域が定められていない土地の区域、つまり2番ですね、用途地域外であったとしても地区計画を定めることができる場合があるので正しい記述となります。で、この一定の要件何なのって、疑問に思われるかもしれないんですけれども、ここはですね、出題される可能性は非常に低いんですね。なのでこれは覚えなくても大丈夫です。独学の方だとやはり理解すべき部分と理解しなくてもいい部分のこの違いっていうものを、判断するのが難しいんですよね。だから、何でもかんでも理解すればいいっていう問題じゃないんですよ。今回の問題で言うと、この一定要件別に理解しなくてもいいわけなんですよね。だから、これは理解しなくてもいい。でも他の部分で、要件がすごく重要になってくる部分もあるわけなので、こういった部分っていうのはもう過去問を解きながら分析をしていくっていうところがすごくもう重要になってくるんですね。なので、まあ、弊社の個別指導の受講生さん以外っていうのは、まあ、予備校でもね、やっぱこういったところまで教えてくれるところってありませんので、自分自身で過去問を分析するということも合わせて行っていただければと思います。そうしないと無駄な勉強になっちゃいますんでね。必要な部分だけ頭に入れていきましょう。そして試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強をしたらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく。これがすごく重要になってくるんですね。なんで大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分について、だいたい6日ぐらいですね。6日ぐらいで、2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね。権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな。18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく、権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で、3日目、4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども、比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習終えます。1回目の復習終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角。解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた、確実に解けたっていうのであればノーマークでいいんですけども、解けたけれどもなんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。そして5日目6日目で今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのはもう次やっても大体解けるんですよ。なのでそこは飛ばしていただいて三角×を中心に勉強します。ただ×の中でも全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。
で、そういったところはそれを理解をして頭定着させるって、そこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことはどれだけ多くの確実な知識、これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で確実な知識が1個あればそれは得点に結びつきます。だからより多く確実な知識、これをつけていく、これが重要になってきます。だから曖昧な選択肢と解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない。15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない。1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めるとおそらく1日で権利関係14問これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない、もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいという方はぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについてはこの動画下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。